グループの視聴者の皆さん、こんにちは。10月23日にリンゴルフのプロアマを開催します。私たちとぜひ一緒にゴルフをしましょう。10月23日お会いできるのを楽しみにしています。詳細は概要欄をご確認ください。ライドッグの高い飛ばし屋はバンカー越えを狙っていきます。フェアウェイ右にナイスショットです。坂口稲子選手と超えたか。え、フェアウェイ真ん中にナイスショットです。ナイスショット坂口選手、左池 OB なので暫定球となります。これはナイスショット、バンカー越え、ナイスショットです。古田翔太選手セカンド、ちょっと右に出ています。右の木の方面、バンカー手前ぐらいでしょうか。前沼選手パー5セカンド、グリーン真ん中に置いて得意な距離を残してバーディーを狙いたいところです。ちょっと右に出てしまいました。大丈夫かな、見えたボール。大丈夫だった。坂口選手1球目がありました。超ショートカットで第2打目、得意な距離を残しバーディーを取りたいところです。ナイスショー。古谷翔太選手ポイントランキングのトップ3に入っています。残り143ヤード。ピンに向かってすぐ飛んでいます。距離はナイスオン。坂井瑠奈選手残り98ヤードバンカーからのサードショットです。アゴが気になるところです。ちょっと引っ掛け気味です。ショートでした。残りの90ヤード、第3打。バーディーチャンスにつけることができるか。ナイスショー。バーディーチャンスです。坂井瑠奈選手4打目アプローチです。さあパーセーブル距離に寄せることができるか。ちょっとショートしてしまいました。古谷翔太選手バーディーパット上り10メートル弱。ちょっと見に切れませんでした。坂口稲子選手バーディーパットです。おー、ナ
イスバーディー。うん、ナイスセーブ、ナイスパー。ナイスパー。5番ホールミキドックレッグのパー4です。狙い目は吹き流し。フェアウェイ右にナイスショットです。ショートカット、ちょっと右に出てバンカー方面です。バンカーかバンカーでした。さあ、さっきパーセーブでこらえました。ナイス選手。これもちょっと右に出てしまいましたが大丈夫でしょうか。ペナルティー方向に行っています。残念ながら池に入ってしまいました。これが第3打目になります。145ヤード残り、超つま先下がりの難しいショットです。うまく打ちました。フェードがかかってショート、オーバー、左オーバーしてしまいました。古江選手残り約120ヤード、バンカーからアゴが気になるショットです。うまく打ちましたが距離、ナイスオン、ナイスショット。坂井瑠奈選手、約7メートルのアプローチショット、入れるとパーです。ここは狙っていきたいところです。ちょっと届きませんでした。さっきバーディーの坂口選手、あともや2メートル弱のバーディーチャンスにつけています。古谷選手も約5メートルのバーディーパットです。フックラインだと思います。ナイスバーディー、ナイスバーディーです。フックライン読み切りました。坂口選手、2個目のバーディーとなるか。こちらのフックライン、ナイスバーディー。170ヤードちょい上りです。ピンのグリーン真ん中に向かってまっすぐ飛んでます。オンしたと思います。さあ、フリーラ翔華選手、3月のチャンピオン、リンゴルフフューチャーズトーナメントチャンピオン。筋ってます。距離はナイスオンです。若干上げてきました。グリーン真ん中にナイスオンです。グリーン上に来ました。3名ともナイスオンでした。それぞれバーディーパットとなります。
ちょっと打ち切れませんでした、届きませんでした。さあ坂口選手、3つ目のバーディーとなるか、トーナメントリーダー。お、読み切ったか、ナイスバーディー。みんな入っちゃうね。さあ古谷選手もスライスラインだと思います。約2m50cm から3m。さあスライスしてくる。ちょっとスライスを読み切れませんでした。ナイスパー、ナイスパー。